今日の県内は広い範囲で雨が降っています。雷を伴う激しい雨が降るところもあり、土砂災害などに注意が必要です。こちらは現在の飯田市の様子です。県内は昼前にかけて雷を伴った激しい雨が降るところがあり、明日朝にかけて雨雲が予想以上に発達した場合や、発達した雨雲がかかり続けた場合には、警報級の大雨になる可能性があります。 今日予想される1時間降水量は、いずれも多いところで、北部で30ミリ、中部・南部で40ミリとなっています。明日朝にかけて、土砂災害、河川の増水、低い土地の浸水に十分に注意が必要です。また、落雷や突風のほか、氷が降る恐れもあり、農作物や農業施設の管理にも注意してください。